私の名前は長谷川瑠璃香です。先ほど私 の, あのいとこに当たるんですけど、サリンさんは私のいとこになります。名前を3種類くらい言ったので、皆さんどれか名前かと分かんないかもしれないですけど、名前が3種類あるんです。ロヒンギャの名前、もともとの国籍がミャンマーなのでミャンマーの名前で、今帰化して日本国籍になったので日本の名前という3種類あります。で、長谷川瑠璃香で紹介させていただきます。今日は自分たちの貴重な時間を割いて無国籍の人々のために活躍しているグレックさん、無国籍ネットワークの皆さん、それから早稲田大学の皆さん、協力していただいた皆さんにお礼を申し上げます。多分私が話す、今から話すことは先ほどの私の兄が話したことをそのまま通訳ってわけじゃないですけど、さっきの 兄が話したことを分からない方ら私の話を参考にしていただければと思います。はじめに私が話したいことは、現在一日一日すごく発達している世の中だと思うんですよね。それなのに権力を持つ人間によるマイノリティへの迫害が起きてるっていう事実を知ってる方もいると思いますけど、知らない方もすごく若い方などはもっと知らないと思います。食べる食事もなければ住む場所もない、そんな人は実はたくさんいます。そんなことは一日でも早く阻止するべきだと思います。でもその阻止することは誰かが一人か動くだけではできることではなくて、みんなの力が必要なんです。で、今世界で無国籍の状態に置かれている民族、人々は本当それこそたくさんいます。ロヒンギャ民族もその中の一つです。私もロヒンギャ民族の一員です。私の先祖代々ミャンマー国民のロヒンギャ民族です。私も先祖、ひいおじいちゃん、祖父たちが若かった頃は他の民族と同様に同じ権限が私たちロヒンギャにもありました、ミャンマー国内で。それが1962年から差別や迫害が少しずつ始まり、無国籍になるまで追い詰められてきました。1962年以前はロヒンギャ民族が国会議員だったり軍人、警察官、公務員として働くことが許されていました。ロヒンギャ語で ラジオ番組が放送されるまでありました。ロヒンギャ、ミャンマーの初代首相や大事方々もロヒンギャ民族はミャンマーの国民だっていうふうに認めてくれてました。でも1962年にウネウィンが仕切る軍事政権に代わり、ロヒンギャ民族への迫害が始まりました。1990年に軍事政権による国民カード切り替えが行いますということで、全国民の国民カードが回収されました。その後にピンクカードの国民カードが配られたんですけど、ロヒンギャ民族には白の仮住民カードを配られました。皆さん仮住民カードがあればいいじゃないかと思う方もいるかもしれないですけど、仮カードだと学校にも行けません。病院へ治療することもできません。自由に一つの町からもう一つの町に移動することもとても困難なんです。結婚や出産も自由にもできません。さらにことはエスカレートしてきて、2012年の6月、ウテンセインが仕切る軍事政権と仏教徒ラカン民族によるラカン州に住んでいるロヒンギャ民族の家、お店を燃やしたり、外出するだけで理由もなく拘束されたり、最終的には殺されてしまいます。挙句には死体が家族のもとに帰ってこないことも少なくありません。女の子とかは、独身、既婚者
かかわらず家族の目の前で集団レイプされたり、そこで家族が口出しするだけでその自分も命を奪われるんだなっていうのはもう暗黙の了解になってるんで、口出しはできません。そのまま見て見ぬふりすることしかできません。最終的にはみんな自分の家、自分の店、すべてを離れ難民キャンプに身を寄せることを選ぶか、あとは先の見えないボードで海外への逃亡をするかです。皆さん難民キャンプって言われるとなんかどういう想像をされるかわからないですけど、すごく残酷な毎日です。難民キャンプって言ってるけど屋根のない牢屋と同じです。先ほどもグレックさんが写真でもいろいろ見せたのでわかりやすいと思いますけど、本当人間がとても住めたような場所ではないです。でボードで海外へ逃亡するって言っても簡単なことではなくて、ブローカーさんには大金を払って、海には何ヶ月も流されますし、食事も途絶えますし、雨降っても何もカバーされません。でもうそこで命を落とす方も、ボードの上で命を落とす方もたくさんいます。そのまま海に投げられちゃうこともありますけど、やっとの思いで陸にたどり着いたなと思って安心することもできますね。そこで人種売買されちゃうこともあります。女性は特に多いです。こんなことを、このことは日本の報道番組でも何度か放送されているので、知ってる方もいらっしゃるかなと思います。今ミャンマーが政権交代して平和な日々が訪れるかなと、ロヒンギャ民族みんな期待を膨らませている、胸を膨らませているところですが、まだまだ前政府関連の人々から迫害がまだ後を絶ちません。いまだにロヒンギャ民族の問題は全く解決されてないんです。ただロヒンギャ民族たちは現在の政府からの約束を胸に生きるしかないです。で今世界で無国籍の人が一日一日増える一方なんですね。私は帰化をして日本で今日本人として平和に暮らしていますが、世界のどこかで今日はどうやって生きようかなというふうに悩んでいる方もたくさんいます。もう今日これを機に皆さんのように一人でも多く無国籍のことを知って、それで一人でも協力者が増えることが無国籍の人々のための救いかなと思います。現在私たち家族全員で日本国籍を帰化して取得して、日本で生活しています。日本で生活しているロヒンギャ民族もたくさんいます。在留資格を持っている方々は日本人と変わらない生活、日常生活を送れています。ただ未だ在留資格を取得されていない方もいるんですね。その方々は本当在留資格がないってことは保険証が作れないってことは病院が行けないんですよね。在留資格がないで仕事もできないんで、全額支払うことも難しいですし、保険証も発行されないんで、とても難しいんですよね。治療が、人間って治療が一番大事だと、健康があればのことなんで、本当その在留資格を今まだ取得していない方々は一日でも早く取得できることを私は願っています。日本政府にもお願いしたいぐらいです。ロヒンギャ民族みんなに代わって今日本で平和に、まあ、在留資格なくても一応暮らせてることによって暮らせてるので、ロヒンギャ民族みんなに代わって私が日本政府、日本国民方々にお礼を申し上げたいです。まだ経験未熟で早口で分かんないこともいっぱいあるかもしれないですけど、ご清聴ありがとうございます。